ジェットランのテキストサーファーゲル全色を紹介していきたいと思います。皆さんこんにちは、ピンイースケです。今回紹介するのはステッドラーのテキストサーファーゲルの全色紹介をしていきたいと思います。こちらの特徴なんですけども、クレヨンのような固形蛍光マーカーとなっておりまして、繰り出し式なんですけども、特徴が3つございまして、1つ目が書き味がとても滑らかですということですね。2つ目がキャップなしで 2,3 日は乾きません。3つ目が手帳などの薄い紙も裏ずれしませんということで、割とですね、クロート好みのマーカーとなっています。それでは早速中身を見ていきたいと思います。デザインはですね、こんな感じになっていまして、キャップを外しますとペン先がこんな感じになっています。フリクションボールペンの消す側のような感じなんですけども、こちらが蛍光マーカーですね。ペン先がですね、こちらを回すことによってこんな感じで繰り出すことができます。注意点といたしましては、ペン先が常に一定ではないので、太さのムラができてしまうっていうのがデメリットかと思います。それではノートを使って色見本を作っていきたいと思います。まずはピンク、続いてオレンジ、イエロー、グリーン、ブルー。ペンを使いますとこんな感じでクレヨンのようにペン先が削れていきます。書き味といたしましては、蛍光ペンの中では群を抜いていてですね、全くストレスなくこんな感じで滑らかに書くことができます。ちなみに裏抜けについてなんですけども、こんな感じで全く抜けてないですね。裏写りもしていないです。続いて手帳などの薄い紙も裏抜けしないということだったので調べてみたいと思います。こちらの紙はトモエリバーの紙ですね。それではいきます。はい、裏抜けなんですけども、こんな感じで全く裏抜けしていなくて、裏写り等もしていないですね。はい、ということでこの動画は以上になります。ステッドラーのテキストサーファーゲルを全色レビューしてみたんですけども、こちらの5色の中でですね、割と注目されづらいんですけども、ブルーが好きですね。アップで見てみますとこんな感じで、蛍光感についてはやや少なめなんですけども、とても滑らかでかつ目がチカチカしない蛍光ペンですので、さりげなく線を引きたい方っていうのはおすすめな色かと思います。ピンクに関しては画面では蛍光感は少ないものの、実際に紙の上で見てみますとやや目がチカチカする感じがしますので、黄色が注目されがちなんですけども、青が好きな色ですね。それではこの動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。